ファイターズ代打いたしました浅間、そのまま入りライト、代打いたしました大谷に代わりまして中島が入りキャッチャー、ピッチャーライトに代わりまして鍵谷、7番ライト浅間大輝、8番キャッチャー中島聡背番号27、ピッチャー鍵谷陽平背番号30。9回の表に入ります。この回からマウンドには鍵谷、そしてキャッチャーに入ったのは中島聡バッテリーコーチ兼選手です。今シーズンは4月の15日の同じくマリーンズ戦でこの札幌ドームで出場を果たしまして、実働29年となりました。さあ、でまあいろいろと報道などでは今年限りなんていうね報道もありますけれども、まあそれはさておき、もう残りほとんど見ることができないという中島聡、大野も立ち上がってその雄姿を見つめます。さあ、まあこの辺りね、中島最後しっかりと締めたいドミゲームです。さあ、で先ほど代打に入った浅間がそのままハーミッタに代わってライトの守備位置に入っています。そして最近鍵谷が出れば逆転勝ちするというねファイターズですけれども、今シーズンこれが39試合目の登板、昇格後すでに3勝を挙げているというマウンド上鍵谷です。この回先頭デスパイネがセカンドまで到達、スタンドアップダブルとなっています。さあ、中島久しぶりのマスクにね三山さんなってますけれども、はい、まあ中島としてもね、はい、できたランナー出したくなかったと思うんですよね。まあ中島バッテリーコーチも、まあね、まあ、あの登録外れていて今日またあの一軍登録されたわけですけれども、まあ、外れている間もバッテリーコーチとして専念するのではなくて、まあ、しっかりと、まあ、練習が始まる前には一人黙々と練習を行い、そして T 打撃トスバッティングなども行っていました。さあ、でツーベースを打ったデスパイネに代わりまして、江村が代走を送られています。キャッチャーの江村です。高浜もフルスイング、これで江村はサードストップ、途中出場の高浜今日初打席でヒットを打っています。最後ね、まあ、後輩のキャッチャーね教え子たちにいいところを見せるためにも失点はしたくないですよね。今日は記者団に囲まれて、まあ、登録されたということでね、まあ、いろいろと話は質問は飛んでいたんですけれども、自身は全く、まあ、自分のことが話題に上がらないように、まあ、今日は出場はせんやろうなんていう話はしていたんですけれども、久しぶりにレガースをはめてみようと思ったんだというね、そんなコメントもしていました中島選手です。最後はしっかりリードしたいこの場面です。今井のこの当たりは左中間センターです。犠牲フライには十分、今井のセンターフライの間に代走で入っていた江村がホームイン、7点目が入っています。ここで栗山監督がこの交代は何ですかね、ですかピッチャーでしょう。
赤木屋がマウンドを降ります。あ、宮西かな。あ、宮西ですか。あ、宮西は今登録抹消。犬じゃないですか。犬ですかね。石井ですか。です、ね、左の石井ですね。ファイターズのピッチャーの交代をお知らせいたします。鍵に入りまして石井ピッチャー石井。さあ、石井優也もマンホーム、今日がラストゲームということで登場ということになりました。まあ、年齢とともにね、あの肩は当然劣るんですけども、はい、キャッチングなんかはね、あの若い時と変わらずしっかりできてますよね。中島です。センター右中間への当たり、真っ二つに割られます。さあ、ファーストランナーの高浜はサードを回ってバックホーム、これはどうだ。生還しています。一気に帰ってきました。鈴木のツーベースヒット。一気にファーストからの生還を許したというこのプレーになりましたけれどもね。長い1イニングですね。はい、そうですね。これも右中間ですが落ちます。セカンドランナー鈴木はスタート遅れていますが、サードを回っている。うん、そして中継プレーも三塁悪送球となりました。うん、10対1となります。うん、少しこう金子さん集中力がねずっと切れてしまったようなイニングにはなってしまってますけれども、まあ、鍵谷投手は出てきて3球で1点ですよね。でその後左なので、まあ、いいこう練習材料ですね。左にこうなかなか投げる、今日打線に左が少ないんで、はい、左のところで石井投手がテスト的なところですね、うん、そういう登板のところで 3-1 にして結局打たれるんですよね、はい。まあ、内容全くないような感じですね。まあ、シャレじゃないですけれどもドキッとしましたけどもね。今も高めのね、あの力のあるボール要求はしてるんですけれども、はい、そこを上から引っ張たかれてあそこまで飛ばされるってことは、これでやっとアウトが2つ目取れました。中島ね、兼任コーチの心情を考えるとちょっと辛いものがありますけど。中村は悪送球の間にホームインということで、中村がそのままホームに帰ってきたというプレーになりました。スリーベースヒットと送球の間ということになります。バッター1番に戻ってこの回7人目のバッターとなります。荻野です。ライオンズの敗退を知ったそんなマリンズファンでしょうか。最後まで応援力が入っています。汗びっしょりですね。
まあ、中島選手もあの阪急ブレーブス時代というね最後の生き残り46歳のシーズン、まあ、昭和入団というので、まあ、最後の選手ということになります。山本昌、まあ、山本昌選手は50歳でねということになりましたけれども、まあもうそんな中島選手、最後3つ目のアウトを取りました。しかしこの回マリーンズさらに追加点も挙げまして10対1としています。中島選手にも大きな拍手が送られたというそんなイニングとなりました。さあという、まあ、中島選手、ね、まあ、いろいろとこう引退報道などはされてはいるんですけれども、はい、本人の口からは、ね、何もそういった発言がありませんので。そうですね、まあ、それで我々も若干、ね、うん、話しづらいところはあるんですけど、はい、今の光景を見ていると、ね、うん、やっぱりそうなのかなという、ね、感じてしまうそんなシーンでした。